集まらないで、ちびっこドンバー。お話の部屋、キーちゃんの春休み。絵と文、丸福ボンバーズ。お話係はヤギ姉ちゃんです。ちゃんの春休み。3月、寒かった冬も終わり、ずいぶんと暖かくなってきました。今日は幼稚園の卒園式。6歳になったキーちゃんは3年間通った幼稚園を卒業します。おめでとう。おめでとう。ありがとう。キーちゃんはニコニコ笑顔でも、パパとママは涙顔。ねえねえ、どうして泣いてるの？キーちゃんは聞きました。それはね、嬉しいからだよ。パパが答えました。赤ちゃんだったキーちゃんが立派なお姉さんになったのが嬉しいんだ。嬉しいのに泣くなんて変だなぁとキーちゃんは思いました。ママは先生たちとお話があるから先に帰ってよ。パパがそう言ってキーちゃんはお家へ帰ります。その時のママはやっぱり先生や他のママたちと泣いていました。お家に帰ったキーちゃんは大好きなハタボーと遊びます。ただいま、ハタボー。ハタボーはキーちゃんが生まれた時にやってきたぬいぐるみ。寝る時もご飯の時もいつも一緒なんです。ほらキーちゃん、遊ぶ前にお片付けしなきゃダメだよ。パパが言いました。でもキーちゃんはハタボーとのお話に夢中です。ねえハタボー、パパとママはね、卒園式で泣いてたんだよ。パパは嬉しいからだって言ってたけど、ママは悲しい気持ちと半分だって言ってたの。ハタボーは黙って聞いています。なんで悲しいんだろうね。みんなおめでとうって言ってくれるのに、毎日遊べる春休みなのに。と、その時お友達がやってきて、キーちゃんは遊びに行ってしまいました。お家に残ったハタボーは悲しそうな顔をしています。床に投げ出されたからでしょうか。いいえ、それだけではありません。一緒に遊びに連れて行ってもらえないから。いいえ、それだけではありません。ハタボーにはわかってるんです。ママはなんで泣いていたのかって理由も。そしてキーちゃんは春休みに大事なことをしなきゃいけないってことも。キーちゃんがお家に帰ってくるとハタボーがいませんでした。幼稚園のカバンも大好きなクレヨンも。ハタボーはどこ？キーちゃんが尋ねると、ママはもう片しちゃったと答えました。幼稚園カバンもお帽子も粘土箱もお道具箱も体操服まで。クレヨンはどこにしまったの？出して、出してよ。キーちゃんがそう言うと、ママはこう答えました。キーちゃんは幼稚園を卒園したんだから、もう使わないのよ。じゃあ、捨てちゃうの？ママは少し考えてからこう答えました。新しく幼稚園に入る子にあげられるものはあげたいけど、捨てちゃうものもあるかもね。そう聞くと、キーちゃんはなんだか悲しくなってきました。そしてその日の夜、キーちゃんはベッドで目を閉じると、なんだか涙が出てきたんです。いつも一緒に寝てくれたハタボーがいない。お気に入りの幼稚園カバンも、大好きなクレヨンも、みんないなくなっちゃう。すると、優しい声が聞こえてきました。キーちゃん、キーちゃん。すると
キーちゃんの目の前にハタボーが現れました。ハタボー、どこ行ってたの？暗い箱の中にしまわれてたんだよ。幼稚園のカバンもクレヨンも？そうだよ、みんな箱の中。そんなの嫌だ。キーちゃんは泣いています。キーちゃんはなんで泣いてるの？ハタボーがそう聞くと、キーちゃんは答えました。みんなと別れしたくないから。ハタボーはにっこり笑って言いました。でもね、卒園するっていうことはきちんとお別れをするっていう意味もあるんだよ。確かに幼稚園の先生もみんなとお別れだよって言いました。だからお別れの歌を歌って握手をして、キーちゃん、みんなの卒園式をしてあげよう。すると今度は幼稚園カバンやクレヨンたち、粘土箱やお道具箱も出てきました。ただいまよりキーちゃんの道具たちの卒園式を行います。ハタボーがそう言うと、みんな一列に並びました。そして幼稚園カバンがこう言いました。キーちゃん、今まで僕たちを大事に使ってくれてありがとう。クレヨンを代表して赤色が言いました。私たちでたくさん絵を描いてくれてありがとう。お道具箱のハサミが言いました。上手に切れるようになって嬉しかったよ。キーちゃんはみんなと握手をしました。最後にハタボーが言いました。キーちゃんが悲しくなったのは、それだけみんなのことを好きでいてくれたから。だから僕たちはみんな嬉しいんだよ。悲しいけど嬉しいんだ。キーちゃんは泣きながら、うんと答えました。新しい先生やお友達、新しいカバンや道具たちとも仲良くしてね。そう言ってみんなも泣きながら消えていきました。朝起きてキーちゃんはママに言いました。ママ、幼稚園のカバンたち出して。ママは悲しそうな顔をして、もう使わないのよと言いかけます。そうじゃないの、キーちゃんは言いました。みんなにありがとうの気持ちを込めてきれいにしてあげたいの。春休みの間にきちんとお別れしてあげたいの。するとママはにっこり笑ってキーちゃんを抱きしめました。卒園式でママがなんで泣いていたのかわかったよ。お別れするのって悲しいもんね。するとママは言いました。そうね、でも今度は新しい先生やお友達と会えるからね。新しいカバンや筆箱やノートや鉛筆やたくさん準備しなくっちゃ。春休みって忙しいんだね。キーちゃんがそう言うと、ママは優しく笑いました。そういえばキーちゃん、ハタボーもお別れするの？え？ママがしまったんじゃないの？するとパパが新しいランドセルを持ってきました。そのランドセルの中には、なんとハタボーが入っていました。これからお世話になる道具たちに一足先にご挨拶したいってハタボーが言うからさ。そう言うとパパはランドセルの中から新しい筆箱やノートやたくさんの道具たちを出してくれました。キーちゃんはハタボーを抱きしめるとランドセルたちに向かって言いました。はじめまして、これから6年間よろしくお願いします。4月、桜の花も咲いて随分と春めいてきました。今日は小学校の入学式。春休みをしっかり過ごしたキーちゃんはピカピカのランドセルと一緒に校門をくぐります。おめでとう。おめでとう。ありがとう。キーちゃんはニコニコ笑顔。ママとパパはちょっぴり泣いているけれど、それはね、一つお姉さんになったキーちゃんのことが
とっても嬉しいからですよ。おしまい。キイちゃんちゃんとお別れできてよかったね。お姉ちゃんも洋服や靴や漫画とかたくさんお別れしなくちゃいけないんだ。断捨離頑張るぞ。みんなもお家でできることを見つけて頑張ってね。バイバーイ。楽しかったちびっ子たちは、いいねボタンやチャンネル登録してくれたら、ちとぐなまんは嬉しいです。やり方はパパやママに聞くんだぞ。それでは、とー